そお越しくださいました。こんにちは。お仕事の途中でしたか？いえ、大丈夫ですよ。ほぼ終わったところでしたので。いやー、さすがはケイナちゃんね。敏腕敏腕、有能有能。昔からとてもいい子じゃったが、大きくなって随分と芯が強くなったの。そうじゃよ、そうじゃよ。ケイナちゃんはアールズの誇りじゃ。ちょっとピアニャさん、アノンさんにマカベスさんまで、もうからかわないでください。まったく。いやいや、からかってなんかいないって。私は本当のことしか言ってないわよ。メルル姫がいなくても一人で役場を切り盛りする敏腕役人、そしてみんなから愛される通称アールズの孫、それがケイナちゃんだものね。そうじゃよ、そうじゃよ。ケイナちゃん、飴をあげようね。ありがとうございます。じゃなくて、忘れてください。ルルアさん、みんなして私をからかうんですよ。まったく、もう。え、からかってるって感じじゃないじゃないですか。心の底から思ってるっていうか。多分師匠も含めてみんなケイナさんのことが大好きなんでしょうね。昔からテレ屋さんだからね。そうじゃよ、そうじゃよ。まあそこが可愛らしいんじゃが。そういえばアノンさんや、可愛らしいといえば昔。ケイナさんすごいな。みんなから本当に慕われてて。でしょ。ま、全部あの子の人柄と努力の賜物かしらね。アールズで困ったことがあったらケイナちゃんに聞くべし。これが鉄則よ。覚えておきなさい、ルルアちゃん。はい、わかりました。私もいつかあんな風になれたらなぁ。